やつらを絶対に地球に向かわせるな。なんだ、意外に数が少ないな。ほとんど火星に降りたからな。アクセル、ラリー、ここは任せる。ああ、楽勝だぜ。了解。そんなはずはないか。これよりここの宇宙船を全て破壊する。死にたくない奴は避難しろ。なんだって。カタパルトを緊急停止。こちらからの入力を受け付けません。ダイモスか。こうして眺めるのは5年ぶりだな。だが今はただの通過点だ。火を放つべき場所はこの向こうにある。ノーマン、お前が邪魔をしに来るとはな。シンベル、最終チェック完了。発進シークエンス順調に進行中。空間圧縮完了。アブシンベル発進。親父、大丈夫？みっともね、気絶してたのか。お嬢ちゃんの方は？大丈夫よ。致命的なダメージはなかったわ。そうか。ラダムは俺たちにとどめを刺そうとしてたのに。30分前に地球に向かった。たくさんのオービタルフレームと一緒にな。なんだって？行かせちまったのか。だが地球軍にはすでに報告はしてある。迎撃作戦の準備も。何のんびりしたこと言ってんだ。ヤツらの本当の狙いは軌道エレベーターの制圧なんかじゃねえ。ヤツはエレベーターを地球に落とそうとしてるんだぞ。そんなバカな。どこでそんなことを。本人からだよ。これ以上の証拠はあるか。ちょっと待てよ。軌道エレベーターが落ちたら地球は壊滅しちまうんだぞ。壊滅って何よ。壊滅って、全長4万7千キロの塊が宇宙から落ちてくんだ。どうなるか分かるだろう。だからさっさと追撃隊を出せ。それは無理だ。なんで。
したくてもできないのよ。え？今も各地で地球軍と独立派が戦闘しているの。こんな状況じゃ追撃隊なんか出せないのよ。それにダイモス宇宙港も使えるかどうか。火星はまだ自給自足できる体制が整っていない。地球が滅びてしまえば火星もいずれは。これでは人類は絶滅を待つだけだ。だけど地球軍が止めてくれるよ。ハトール相手じゃ無理か。腐ったりが。パパ、やめろ。やめねえか。お前、地球人か火星人か。俺か。俺は人間だ。何する気だよ親父。止めるつもりよこの戦いを。え、無茶よ。いいの、黙って見てなさい。ほら、地球生まれか火星生まれなのか。そんなのどっちでもいいだろう。ありゃジェームズ・リンクスじゃないのか。あ、そういえばすごいオービタルフレームを持ってるって噂だぞ。ジェームズ・リンクスなら地球生まれのはずだ。地球軍に手を貸すのが筋だ。君は地球軍に追われていたはずだ。我々と共に地球人と戦おう。君なら我々の迫害の歴史を分かってくれる。さあ地球軍を火星から追い出すんだ。今の事態は全て火星が引き起こしたんだぞ。倒されなきゃならないのはお前たち火星人だ。ふざけるな地球人め。じゃあ誰このタコ野郎ども。このてめえらの頭の中には戦うことしかねえのかよ。火星の連中は敵だ。お前地球のどこの生まれだ。あ、アメリカだ。お前は日本。日本とアメリカだと。全然違う場所じゃねえか。あ、そっちもだ。ヒメリア生まれの奴もいればソリス生まれの奴もいるはずだ。ソリスの中にもいくつもスフィアがあんだろうが、生まれた場所が違うだけで敵だって言うんなら、ここにいる全員が敵同士じゃねえか。違うか。どうなんだよお前ら。ねえ、これ火星全土に生中継できないかな。え、どうなの。ああ、なんとかなると思うが。そう。じゃあ準備急いで。自分の味方と戦っている相手を見比べてみろ。どこに下がる。そんなものどこにもないはずだ。俺は火星と地球の両方を見てきた。どっちにもいい奴もいれば悪い奴もいた。地球だからいい、火星だから悪いなんてことはねえんだよ。なんだこの男。おい、レイチェル。ママ。いいのよ。悪いな、また無茶した。バカ。俺の女房だ。火星生まれの火星育ちだ。地球生まれの俺と出会って。ジム。こうして生まれたのがレオン、ロエル。こいつはだ。わかるか、俺たちは愛し合うこともできるし、子供を作ることもできる。同じ人間だからだ。その同じ人間が今ヒリヒリしている。ラダム・レバンズって野郎が地球をぶっ潰そうとしてるんだ。地球が滅びれば火星もただじゃ済まない。みんなわかってるはずだ。今俺たちがやらなきゃいけないのは戦うことじゃない、協力し合うことだ。ラダムのオービタルフレームは桁外れの強さなんだぞ。やつを止めるなんて不可能だ。それは可能性ならあるわ。ハトールと同じ機体から作られたドロレスならきっと止められるわ。でもママ、ドロレスは一度負けて。そう、確かに負けてプログラムを奪われたわ。でもそのおかげでコンピューターにかかる負担が軽減しているはず。それじゃあ今度は勝てるわ。無茶はさせるかもしれないけれど。聞いたか、地球はまだ助かるぞ。
そこで戦ってる暇はもうねえんだ。奴を止められるのは今この時だけだぞ。俺はシャトルのパイロットなんだ。ダイモスまで連れてってやるぞ。本当か。俺はウーレンベッカタマルトの保守をやってた。修理に手を貸すぜ。宇宙船のチューンアップが必要なら言ってくれ。俺にも何かできることはないか。俺にもやらせてくれ。俺もだ。頼むぜみんな。くー、泣けてきやすね。これが人間ってやつっすよね。もたもたしてないで閉めるわよ。へーへ。以上、現場よりガイアタイムスのシンディ・フィオレンティーノがお伝えしました。ラダムを乗せた大型艦は 17.85 日後に地球に到着すると思います。地球標準時で9月29日20時です。地球軍本部からの返信によれば、迎撃態勢を整えるには18日はかかる。ギリギリのタイミングだな。もし完璧な態勢を敷いたとしても、現行の地球軍があのハトールを止めることは。バフラムの全オービタルフレームはプロテクトがかかったままです。解除するには相当の時間がかかるかと。お嬢ちゃんだけが頼りか。そういうことになる。頼むぞ。わかった、任しときな。あと10時間でダイモスのカタパルトは発射可能位置に達します。ただ大きな問題が。なんだ。惑星間航行用の船がないのです。ラダムがダイモスにある全ての宇宙船を破壊していったのです。なんてことだ。それじゃあカタパルトを修理しても何にもならない。これで本当にジエンドか。エンド。おい、あれが目印のバラの花ってやつじゃないか。当たりだな。エンダー号を発見。これよりダイモスに栄光する。ブースターを取り付けることによってラダム側より 10% 速い速度を出せるようになります。地球到着は9月28日21時ラダム到着の23時間前です。こんな無茶なチューンナップして本当に船は持つんだろうな。計算上は。壊れたら責任取ってくれよ。お、レイチェル、お嬢ちゃんの様子はどうなんだ。ジム、ん？お嬢ちゃん、とっくに修理は終わってるはずじゃなかったのか。ドロレスの AI がスリープモードに入っていて、どうやっても起動しないのよ。え？原因は何なの？見当もつかないわ。クソ、なんてことだ、こんな時に。お嬢ちゃんの心の中に入り込んで叩き起こすしかないか。何言ってるの？そんなことしたらドロレスがどうなるかわからないわ。今より状況が悪くなることだって考えられるのよ。だが何もやらなきゃ状況は変わらない。大丈夫、お嬢ちゃんの中には前にも入ったことがあるんだ。そん時はうまくやれたんだなあ、レオ。ああ、そうだよ。だから今度も大丈夫さ。よし、やりましょう。あなたに任せるわ。前に入った時とはだいぶ変化してる可能性があるわよ。気をつけて、パパ。ああ、やってくれ。レオン。了解。ん？これはダイモス事件の時の。そうか。これはイドロの記憶なんだな。お嬢ちゃんは。ここは。え？お嬢ちゃんの墓？あ、お嬢ちゃん！どこだ！返事してくれ！
この子は確か。ドロレス・ヘイズ、私の名前です。お嬢ちゃん、私もう死んでたんですね。え、なんだって？全部思い出してしまったんです。私が何者だったか、なぜ死んだか。はあ、何言ってんだよ。お嬢ちゃんはオービタルフレームのドロレスだ。自分で言ってたろ。私はドロレス・ヘイズ、もう死んでしまった人間。私がいては苦しむ人がいっぱい増えてしまう。だからこのまま死んでいる方がいいんです。バカ言ってんじゃん。お、ドロレス・ヘイズ、ラダムの恋人。なぜそれが出てくるんだ。システムを返してもらうぞ。私消える。あの時か、奴がシステムを奪った時に。ドロレスはイドロの残骸から作られたんだ。イドロの中にあった彼女の記憶か。さようなら、私は永遠の眠りにつきます。ほら、勝手に眠るんじゃねえ。お前がいねえと地球は大変なことになっちまうんだよ。起きろ。お前をそんな風に育てた覚えはねえぞ。育てた？そうだ、かつてお前はイシスとして作られた。だがレイチェルの手でドロレスになった。その後俺のところにやってきて目を覚ました。それから俺たちは旅を始めた。そうだな。ええ。お前は確かにイドロが元になってるさ。だがそんなものは過去の話だろう。お前は目が覚めた時に生まれ変わったんだよ。つまりエンダー号がお前のゆりかごで、レイチェルがおふくろで、俺がその、つまりそのなんだ、お嬢ちゃんも俺の家族なんだよ。家族？私が？過去の記憶なんて関係ねえ。お前はドロレス・ヘイズでもなけりゃイシスでもねえ。お前はリンクス家の一員、ドロレスだ。私がおじさまのリンクス家の一員？そうだ。分かったらいつまでもそんなところに座ってんじゃねえ。はい。さっさとこっちへ来い。はい。自己修復が始まったわ。やったんだ、親父が。パパ、成功したのか。うん。まったく世話のかかる娘だな。君たち一家に全てを委ねるのは非常に心苦しいのだが、状況が状況だ。それにオービタルフレームの運用に関してはあなたたちがベストの夫人なのです。任せとけ。まだ完全に容疑が晴れたわけではないので私も同行するが、協力できることがあれば何でも言ってくれ。ああ。ここって結構狭いのね。シンディ、どうしてここに。世界を救おうって連中を見逃して何のジャーナリストよ。なんてこった。そらよ、これでどうだ。本当にありがとうございます。ドロレス、私はドロレス。ああ、間違いなくお前さんはドロレスだよ。なんだよ。ライアンさんとはここでお別れなんですね。地球は苦手でね。うん、縁があったらまた会おうぜ。はい。ミスターリンクス、発信前だが悪い知らせだ。クーデターの首謀者ルドガー将軍が自決したと報告が入った。え？ラダムに計画を奪われ、行き場をなくしたんだろう。これでラダムの目的がエレベーター落下なのが明白になったな。だが軍の上層部はそれを信じていない。やはり君らにかけるしかないようだ。
私もヘトヘト。おじさまと温泉にでも使ってのんびりしたいんですけど、今はそうもいかないんです。妹たちが無茶する前に絶対に軌道エレベーターの破壊を止めなくちゃ。次週、ゾーンオブジェンダーズドロレスアイバニシングポイント。ブスだなんて言ってお姉ちゃんが悪かったわ。